私がお風呂に入っている時のお話なんです。私はいつも通りにお風呂に入っていました。しばらくするといきなりチャリチャリという音が聞こえてきたんです。その瞬間、突然頭の上に大きな物体がのしかかってきたんです。私は必死でもがいたんですけど、全然体が動かなかったんです。私が溺れそうになっているところで、たまたま弟がお風呂が遅いということで見に来てくれたんです。気がつくと2時間ぐらい経っていて、そこでその不思議な現象はなくなりました。その日から何日か経ってもなんとなく悲しい気持ちが続いていて、弟も部屋にこもったまま出てきませんでした。お母さんに頼んでお祓いをしてもらいに行きました。すると昔に飼っていた犬の霊が弟についているとのことでした。それが何を意味していたかは分かりませんが、不思議な体験でした。私がお風呂に入っている時のお話なんです。髪を洗っていると明らかに誰かがいる気配がして、ふと鏡を見ると女の子らしき姿が見えました。怖くなってすぐにお風呂を出ました。それから鏡を見るのが怖くなっちゃったんですけど、勇気を出して部屋の鏡などを見ましたが、何もなく気のせいだと思ったんです。でもまたお風呂に入って髪を洗っていると嫌な気配を感じます。でも鏡を見ると何もないので、少し安心してお風呂に浸かろうと思って振り返った瞬間、突然腕をつかまれたんです。やっぱり女の子でした。私は必死に手を払って逃げました。そしてあまりの恐怖だったので大声で家族を呼んだんです。そしてそのことを話すと、弟も同じような体験をしたというのです。すぐにお祓いをしてもらいました。すると前に住んでいた女の子だということでした。でも私はそれ以上は怖くて聞けませんでした。私が初めてお仕事でロケに行った時のお話なんです。泊まった場所は古いコテージのようなところで、ちょっと気味が悪いと思ってたんです。そう思いながらコテージ内にあるプールで遊んでいると、男の人のうめき声のような音が聞こえてきたんです。気になってその音がした方を向くと、スタッフさんの泊まっている部屋の窓際に真っ赤な血で染まった男の人が張り付いていたんです。
な顔で言ってました。私が思うには、その人は戦争で亡くなった人なのかなと思います。